ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は初期の新日本プロレスエース外人レッドピンパネールについて触れてまいります。レッドピンパネールは1972年9月ニューゴールデンシリーズに初参戦しました。カール・ゴッチに次ぐエース外人の発掘が急務であった新日本プロレスはレッドピンパネールを大抜擢。猪木とのシングルマッチでは敗れはしたものの27分の激闘を戦い抜き、翌年のゴールデンファイトシリーズにもエース外人として来日しました。ピンパネールの得意技は9位ロールで、後にタイガー・戸口もこの技を使っています。レッドピンパネールの正体は日本プロレスに来日した阿部ヤコブで、アメリカではパット・オコーナーやフレッド・アトキンスにも勝ったほどの実力者です。しかし風貌が地味だったことから心機一転マスクマンに変身したところ成功を収めました。タイガー・ジェット・シンやアンドレ・ザ・ジャイアントが登場するまで新日本プロレスを支え続けました。1974年闘魂シリーズが最後の来日となりましたが、1976年リオデジャネイロで素顔の阿部ヤコブとして猪木と戦ったものの3分弱で敗れています。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は初期の新日本プロレスエース外人レッドピンパネールについて触れてまいりました。